今回はですね、今までの模試っていうのを見ていきたいと思います。大問4以降全部1にマークして、そしたらなんと、これを倉ちゃんに憧れてたの。ああそうだ、特に何もできなかったんだね。底辺じゃん全部これもね、今日泣いちゃってその後。おはようございます。おもちゃチャンネル。さあ、今回はですね、はい、おばたのお兄さんにおいでいただきました。おばあぜや。今回はですね、今までの模試っていうのを見ていきたいと思います。一応、明治に受かってるということなので。そう、現役時代ね、どうだったんだっていうのをね、見ていきたいんですけど、何その最初の模試は、これ、高2の同日ってこと？そうです。なるほど。高2から受けてるのか。ちょうど言論会に入ったのが、12月ぐらいです。はい、うん、なるほど。で、まあ、入塾してまだ1ヶ月、全然結果は。なるほどなるほど、はい、2021年の当日英語リーディング、これで本番の共通テストってことだもんね。そうですね。52点、変わんないんだレベル意外と高いって思ったそこのあなた、うん、先生配点見てみるとですね、僕は当時大問3までしか共通テスト英語解き終わってなかったので、うん、大問4以降全部1にマークして、そしたらなんと24点加算されるっていうだから偏りがすごかったんだね。51マイナスで24したら27点。なるほど、これが本来の実力なんですよ。なるほど、面白いねそれね。え、当時に通ってたの？いや、普通に模試を受けられるということだから。ああ、なるほどね。申し込みました。で、リスニングは33点と、うん、なるほどね。だからリーディングが偏差値54点出ちゃったのね高く出ちゃったの、ね、49点。で、国語が現代文62、古文13で、あ、原稿しか受けなかったのね、うん、そうですね。原稿型75で、日本史が9点なんですけど、すげえ。高2の時はまだまだ全然難問だったわけですね。いや、試験中寝てたのもある。どうせ解けないだろうなーなんて思って、ね、もうね、まあ当然、あ、和製賞を目指してたんだ当時は。いい判定、まあ、1個しか書いてねえしお前は一体何をしてたんだじゃあこっから高2で高3が始まったわけですね。ただもう一つ可愛いがあって、はい、あ、1月の前頭が高2がありまして、ほうほうほう、そこでちゃんとした実力が明らかになって、英語リーディングが33点、はい、33点ですね、英語リーディングになりましたね、はい、共通テスト型の高2模試ですね。偏差値44、リスニング20、低いな。偏差値 33.7、 あー低い。国語が110、あ、これはまぐれです。もう55偏差値。日本史が44、あ、9点かしら、大バップですけど。いや、日本史は高2の時は得意だったの？得意じゃなかったの？入塾させられてから僕近現代の勉強ばっかやってたので、日本史は、うん、この範囲がちょっと全然やってなくてこうなったみたいな、うん、だから得意ではあった、ちゃんと勉強すれば。なるほどね。で、早稲田の社学書いてあるんだ、この時から。中央工学部と駒沢書いてある。なぜか書いてある。うん、まあ、D 判定だ。はい、D ということだったんですね。なるほど。じゃあ、まあこれが高2ということで、どう進歩していったのか。さあ、高3ですね。明治に受かるまでを今やってますからね。どういうふうに進歩したのか。はい、5月、はい、まだ基礎しかやってないっていう段階で。なるほど。共通テストはもう一度もほとんど解いたことないので。いや、解いてたじゃないか。さっき同日で。これぐらいしか解いてないので、同日で、はい、まあ、こんな感じになったと。英語リーディングは47点。英語リスニング45点。まあ、それでも上がってるっちゃ上がってるけどね。うん、学力レベル D。国語99点。まあまあまあ、漢文やってないしっていうやつですね。あ、でもこれ一応受けてはいるってことでしょ、幹部。多分白紙か。で、日本史54点。うん、まあ、別に取れてなかったんですね、最初は。まあそうですね、うん、近現代忙しかったんで。C 判定で。で、早稲田小だ、ここ書いてあるのは。小学部を目指し出したの。方向性定まってなかったんでしょうね、多分。うん、まあ早稲田だったら多分どこ書いてもいいやと思ってたんですよ。なるほど。で、立教系、中央総合政策受けました。あ、これはもういろいろ他の YouTuber に影響を受けて適当に書いたって感じですね、うん、で、明治学院、駒沢、また駒沢書いてる。駒沢 C なんですね、この時。あ、早稲田の教育の英語英文書いてる。これオクラちゃんに憧れてたの。ああ、そうだ、オクラちゃんっつっては早稲法 E、 早稲田社学 E、 文化構想 E、 E のオンパレードでございます。その明治は書いてすらいなかったんだね、この時はね。考えてなかった。はあ、そっからさ、どう変わっていったのか見てみましょう、はい、全国記述模試を受けたわけですね。どうだったかとか覚えてないか。でもまあ、でも文法問題とか全然取れなかったし、うん、基礎の見直しっていう感じになった感じかな。なるほど。次、英語64点200点中ですね。学力レベル D、 偏差値48。原稿81点200点中54.8、偏差値、平均が低い。確かに。そして日本史 B 53。ああ、もうじゃあ本当に特に何もできなかったんだね。全くできなかったですよ、本当。ここから行ったわけか。で、早稲田社学、社学になってる。またただそのマーチ以降はもうとある大学生 YouTuber に影響を受けて全部それにしたっていう、誰？安倍晋子って人っすね。
ああはい、知ってる人もちろん。何この H って足らんよってことじゃねえの、漢文必要だよってことじゃ、多分そういうことなのかな。で、立教系 E、 中央 E、 法政社会学部 E、 武蔵出てきたよ、いきなり武蔵大学社会学部 E、 このレベルだったわけですよね。辛かったですね。さっきね、経営の話してたんで、ね、経営はそんな甘くねえっつってですねこれが番組に出た時に、うん、森田先生も動画に出してた7月の、ね、ああはいはいはい、番組ってあれですね、 100% アピールちゃんのね。この時はですね、リーディングがちょっと難しすぎて、そこでですね18点僕本当に難しすぎて心が折れちゃって、うん、泣いちゃって、その後国語もなんかまともにできなかったっていう。泣いちゃったんだそうで、日本史だけ泣いててもできるからなんだそれやばいやばいってやってこうなったっていう感じ。リスニングでも45点、リスニング中泣いてんのこれ。どうなんだろう、リーディングが一番最初だったんだけど、まあ、順番覚えてないですけど、ここ61とかもひどい、これもう本当に。で、まあ、日本史は72で、もう日本史は得意になってきたってこと、この辺はもう7月になって。あ、もうこの辺は得意でした。でこの時社学めっちゃ下、立教経営もめっちゃ下、まあ、底辺じゃん全部これもね今日立教経営中央総合政策底辺中の底辺。メンタルって大事、まあ、記述もしに行って、多分8月かな、8月の記述模試、第2回前頭記述模試行って、英語58点、あ47.4偏差値、まだまだね、めっちゃ低い。言語感赤ん坊受け始めた、学力レベル E200 点中52点、低いで、日本史は高い、もう100点中 66S で 65.4 偏差値。もうやっぱ日本史は好きっていう感じだったんですね。いや、日本史は嫌いなんですよ、歴史は好きなんですよ。あめんどくせえな、はい、めんどくさいんですけど。で、早稲田社学 E、 明治、あ明治出てきた、明治商学部E、 中央総合 E、 ほんと3つしか書かないとかね、もうどうしてるんでしょうこの子は。まあ明治は純粋に父が好きだったんですよ。あ、そうだったんだ。そうそうそう、ラグビーの試合よく見てるから、早稲田明治。なるほどなるほど。父割と厳しいんですけど、大学受験に関しては、うんうん、明治なら許してくれるだろうなっていう、そういう甘い考えでいたわけですね。なるほど。そして11月行って、共通テストもうプレテストだもんね、この時はね。前頭プレ100点中リーディング44、低いな相変わらず。これめっちゃ難かったですね。坂上くんも確かそんなに高くなかった。そうか、坂上と同じの受けてる状況か。坂上くんなんかそう、そんなに良くなかった、うんうん、でリスニング51、合計95で、国語113、偏差値52で、日本史は69でも S になった学力レベル共通テストレベル。めちゃくちゃこれ難しかった、本当に。難かったんだ。まあ確か平均 45.4 だもんね。まあ実際のね、本番も難かったしね、共通テストがね。国語は特に漢文はマークせずに提出したって感じですね、うん、早稲田社学 E、 明治経営 E、 なんでこんな志望校バラバラなの書くの2個しか書いてないし、いや同じ学力レベル書いてもな、なんていう。なんでこういうわけのわかんない受け方するんかね。そしていよいよ、はい、総大プレとか出てきますね。ヨゼミの総大プレ、あこれ本当にひどいんですよ。社学の形式で受けた方がいいですね。そう、社学 E 判定ですね、はい、満点130点満点中47点、英語得点31、偏差値35.3、国語100点中30点、偏差値34.3、日本史48.55と偏差値55と、まあ日本史だけちょっとできるけど、あとは無理って感じですね。これはちょっと言い訳ではあるんですけど、うん、時計を忘れててですね、うん、英語がちょっとめちゃくちゃ急いでそう言ってやって、うん、結果的になんか30分ぐらい余ったんですけど、あそれやそう、でもなんかもうグダグダで、なんかそのまま全然取れなかったみたいな、うん、なるほどね。あそっか、まあ社学形式だから、そうか、全部マークだから何とも言えないわ、うん、はい、不思議だわ、ですね、やっぱ最後追い上げ。そう、本当にそう、最後まで諦めなかった。よかった、ほんと泣いてる場合じゃないから。ということで今日から泣き虫おばさんということで今はもう全然泣かないですけどね血も涙もないもんね今ね冷血の男になりました。はい、ということで、なるほど、だでそう諦めずにね、明治まで行けるってことを分かりましたんで、はい、見せてくれましたので、皆さんも諦めずにですね、今が全然ボロボロだからってへこむ必要ありませんので、ぜひ頑張ってみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.